はい、久保さん、こんばんは。気になる男、第128話ですね。128話、行ったんですね。まあ、毎日確実にやってますからね。まあ、それしかないかなと思いますんで、まあ、毎日確実にやっていけることだけなんですけど、家族 vs ビジネスですよね。家族 vs ビジネス。まあ、この話結構、気になる男シリーズやっていただいているんじゃないかなと思って。で、今回やっとですね、やっと自分が理解、できたなーっていうか、腑に落ちたなーっていうところがあって、まあ、ちょいちょい何度か手を変え、品を変えね、いろいろ久保さんがお話ししていただいたんですけど、ここだというのが分かったんで、なんか、ちょっとこの、今回そんなに長く話さないんですけど、なんかそこは、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、まあね、この、今回のサムネイルですよね、職場は戦場か、家庭は癒しかっていうね。で、これその、会社に通ってた時は、もう完全に会社は戦場になるのかなと。まあ自分は IT エンジニアだったんで、そこまで戦場っていう感じじゃなくて、のんびり仕事をやってたんで あれなんですけど、で、どちらかというと家庭の方がなんか大変だったなと、子育てをしたり、まあ子育てですね、子育てが入ったりして、職場よりも家庭の方がなんか大変だったな、バタバタドタバタした気がしますな、するなと思ってて、まあ、会社はそんなに自分の中で忙しくなかったというか、そんなに頑張ってないって言うのも変ですけど、まあ、そこまで、まあ、入った当初はやっぱ大変でしたけど、入って10年間は でもその後はなんかもうゆっくりできる仕事がなったんで、まあ、楽になったなと思ったんですけど、じゃあ今度 YouTuber になりましたよと いきなり飛ぶんですけど、YouTuber になりましたよと。そしたら今度、主戦場が家になるわけじゃないですか。まあね、どっかに通ってもいいんですけど、通っても昔はいろんなところね、コワーキングスペースみたいなとこに通ったりはしてたんですけど、もう完全に今家で撮るようになったら、家が主戦場に、戦場に、主戦場ですかね。家で撮ってるわけね。家が基本仕事する場所。だからもう家も、なんだよ。なんだろう、家しかないわけですね。休むも家、仕事も家みたいな。全部家みたいな。だから本当に会社に通う人生と全く変わってきたんですよね。まあ、こんなことがあり得ると思ってなかったですね。そういう意味で言うと。まあね、今会社通う、今回、リモ、うんと、コロナとかあってね、リモートとか発生して、自分もそのエンジニア時代にリモートして、いや、これすげえなと思って、これ会社通わなくて仕事できんじゃんみたいな。その、やっぱりリモートを感じて、あ、これ会社行くの、ちょっと無駄だなってね。これ無駄だわって思った。だって家で完結仕事できちゃうじゃんと思って、それを感じたのも結構でかかったですよね。やっぱり会社から足を洗ったっていうのも、いや、これ毎日こうやって家で仕事できるならもっと効率的に仕事できるし、そのもっとうまく時間も使えるし、特に子供がいる場合だったら子供の時間もうまく使えるじゃんと思って、会社に行ってたら会社に行ってしまったらもう子供の生活とか見えないから、超もったいねえとか ちょっと言葉悪いですけど、超なんかもったいないことしてるなと思って、子供が小さい頃時しか子供の時って見えないから、なんかよくいつの間にかに成長しちゃったみたいな、気づかないうちに大きくなっちゃったみたいなのは絶対嫌だったんで、いや、ほんと小さい時だけはせめて一緒にいたいなーってのはずっと思ってたので、そんなことをも経験したのが本当に自分が、子供が本当幼稚園、あ、そうですね、幼稚園入ってからか、コロナが始まったのが、そこでリモートを感じて、これすごいなと、平日も一緒に入れることができるんだと思って感動したのを覚えてますね。で、あとはリモートだけでなく、その時差出勤みたいなのも始まって、これ時差できるんだと思って、なので自分は始発ぐらいで出勤して、夕方4時ぐらいに家に帰るみたいな感じにして、そして4時から、
子供と一緒に、まだ夕方4時だと明るいんで外に出たり、だ平日も一緒に会社員になったんだけど、その4時から5時まで1時間公園で遊ぶとかできたりして、まあ、土日も公園で、もう毎日公園行ってるみたいな。でさ、会社行きながらでも公園行けたなみたいな、なんかそういう生活ができてすごい良かったなとは思ってたんですけどね。まあちょっと余談なんですけど、でじゃあね、家で仕事してるとき、まあ家で YouTube 撮ってるときって結構家族からしたらやっぱり遊んでいるように見えて仕方ないんですよね。自分も実際じゃあ撮ってるときってなんか真剣になんかむちゃくちゃなんだろう、むちゃくちゃ気合い入れて、すごい顔して仕事してるかって言うとそういうわけじゃないんですよね。もちろんその商品作ってたりとかプロモーションのなんか準備とかでいろいろこう頑張ってる時はすごい顔してるかもしれないですけど、集中してるかもしれないですけど、実際撮ってる時って全然別にね、すごい顔してるわけないので、そんな険しい顔もしてないし、なんかこうなんだろう、まあもちろんね、その物音とか入っちゃうとあれなんですけど、まあそんなにねこう真剣にやってるようには見えないのは仕方ないなと思って、まあだからこそね、本気でやってるのが見えなかったりして、やっぱりこの家族と対立する関係っていうのはどうしてもできてしまうんじゃないかなと、ね、そんななんか気楽なようなパソコンの前でね、ちょっとなんかちょろちょろっと喋ってるぐらいでなんか稼いでるっていう、ね、活動してるっていうのは本当にどうなのみたいなね、本当に意味あんのみたいなね、いうこと言われても仕方ないかなと思うんですけど、ただそれはこれは今度仕事の場合、 YouTube っていう仕事をしてる時の場合であって、じゃあ今度家族活動ですよね。家族活動、子供が帰ってきて家で一緒に例えば夕食をとるとかいう時っていう時はまたそれはまた別なんですよね。本当に子育てをしているって時で、じゃあ家族として過ごすっていう、この本当に、まあ、チームメイトっていう言い方をしてもらって、ようやくふとそこで気づいたんですけど、家族として集合体、まあ、チームメイト、まあ、集合体と過ごすして過ごすながらも、その中でもこの稼ぐ活動っていうところに、特化すると今度は正反対の関わりをしなきゃいけないなと。なぜならその稼ぎ手っていうのは自分のこの家族の集合体の中では自分しかいないわけなので、まあ、そこに対して、は敵だとなんでそういうところをこう忘れちゃいけない、流されちゃダメだなと思って、時間をしっかり稼ぐ時間もしっかり取っていかないと家庭は崩壊に向かうので、まあ、こういうところを本当に家族の活動と稼ぐ活動、ここは正反対の関わりになっちゃってるんだなと。家族としては仲良く過ごしますけど、子と稼ぐっていうことになったら正反対の関わりになっていかなきゃいけないなと。なんかこれよく考えたら、そのスポーツとかもやるとなんかよくわかるのかなと思ったんだけど、普段は仲いいんだけど試合になったらバチバチやり合うみたいな、だからそこは別みたいな。それはもしかしたら会社員の人もそうかもしれないですね。会社してない、一緒に仕事してない時は仲いいんだけど、一緒に仕事しだすとやっぱりそこは本気と本気のぶつかりなんで、言いたいことも言い合うみたいな、普段は別にそんなねどうでもいいんですけどみたいな、まあ、そういうところっていうのがこうなんかしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのがようやく分かったというか、それが家族っていうね、家族の中でも。だからやっぱ自営業とかの生き方をしてないんで、家族ね、なんかそういうの見たことなかったんで、でもよく考えたらその自営業とかしてる方っていうのは家族として生活を一緒に仲良くやりながら、家族生活を営みながらも、その商売をやったところの厳しさっていうのをこう教えてもらったりしているんじゃないかなと思って、小さい頃から。まあこれそのちょっと話を前聞いたのが、まあ一緒今有名な
西崎社長かな、西崎社長かな、あのブラックな、ブラックな会社だったかな、を建てたが一緒に、あの大学生の時一緒にバイトしてたんで、まあ、その時、まあ、うちは仕事なんだろう、うちはずっと仕事、ああ要はなんかお店を営んでるんでみたいな話をしてて、確か大変なんだよなみたいないう話をしてて、もう、まあ、その頃からそのもう自分で会社作るってことは見え、少しほのめかしてたんですけど、もう全然違うその視点で見てたんだなと思って、大学生の頃から、まあ、自分はね そんな目線で見れなかったんで、そもそもお父さんは外で働くっていうとこだったんで、なんか稼ぐっていうことはちょっとあんまよく分かってなかったんですけど、一緒にバイトしてたけれどもですけどね、だからなんか、あ、まあ、今になってようやくね、あ、なるほど、そういう目線で大学生の時働いてたんだなと思って、あ、そうだったらやっぱり社会、会社に入ってすぐ1年目2年目とかでそういう目線で働くよなと思って、なるほどなっていうのがようやく分かってきたりもするんですけど、まあ、本当にその家族として付き合う顔なんていうんですかね、家族としての家族、うん、家族としての家族、稼ぐとしての稼ぐ時の家族の付き合い方、もうそういうところって全然違うんだな。だからこれは YouTube に限ったことではないとは思ってるんですけど、まあ、自分は、ね、YouTube しかしたことないんで YouTube でしか話ができないんですけど、まあ、YouTube でお金を稼いでいく、まあ、その世界に住んでいく人、まあ、何かしら YouTube じゃなくてもお金を稼いでいく世界に住む人って言ってもいいのかもしれないんですけど、まあ、YouTube でね、逆にそのお金を稼ぐなんて1ミリも思わない人と一緒に、まあ、家庭生活を伴っ、一つ屋根の下で住んでるんで、まあその見てる世界が違うわけですね、一緒に住んでるんですけど、うん、だから話し合いをしても理解できないし、まあ意思疎通もそもそも不可能なんですよね。こう空中でこう飛び交っているっていう。ただそれはね、子供の生活の、子供の育て方とか、そういうなんだ、家の方針に関してはそこはまた全然別の話になるんで、なんかそこっていうのを本当にこううまくやり取りしなきゃいけないなって、逆にこれはうまくやり取りできるようになると、これうまく仕事できるんじゃないかなっていうのが分かってきて、あ、ここかと思って、やっぱりそのここの活動がうまくできないと、やっぱ YouTube で、まあ、家でお仕事ずっとし続ける仕事なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、YouTuber としてやっていくのって難しいんじゃないかなと思って、まあ自分もそこでずっと悩んでましたからね、うまく時間が取れないとか、なんかうまくこう家の中がうまくいかないっていうところがあったんだけど、そこが全部理解できてしまえば、ああじゃあ今は家族としての顔、家族としてのそのなんていうんですかね、家族としての自分が表現する時で、今度の時は仕事としてちゃんと自分の意思表明をしなきゃいけないなっていうメリハリというか、まあ、そういうところをしっかりこう分かってると、すごく家庭として、あ、家族としての付き合い方、あ、稼ぎ手としての付き合い方、この2つの側面の顔を持ったやり方ができるんじゃないかなと思っていて、よくそのテレビで、最後、これ最後のスライドなんですけど、テレビでお父さんが赤ちょうちんでこう帰ってくるみたいな、まあうちのお父さんはそんなことしなかったんですけど、本当に真面目に行って真面目に帰ってくるっていう超真面目人間だったんで、逆にそのだれたところゆっくり、もう本当に睡眠時間を多くしてるっていう感じだったので、なるべく睡眠時間を取るっていう形で、そのなんか部屋で寝っ転がってテレビ見るっていうことはもう全然してなくて、完全に休息を、そのなんかプロみたいでしたね、本当にプロスポーツ選手みたいな感じで、本当に会社に行くか完全に布団に入って横になって休息時間を取る、もう10時間とか休んでたんですけど、そうやってもう徹底してたんで、体調管理に対しては、まあ、あまり体が強くなかったっていうところもあったんで、まあ、そういうなんかかなりプロみたいな人間だったんで、だからやっぱそういう風にやってたっていうところを見ると、あ、やっぱりかなりその仕事に対して真摯に取り組んでたんだなっていうことはあったんですよね。
まあ、晩年いろいろこう、まあ、もううちはなくなってるんですけど、晩年いろいろ話し合った時にやっぱりかなり仕事に対しては真剣に取り組んでいたっていうところはあったっていう雰囲気はありましたよね。はい、なんかそんなことがあってね、まあ、今になっては気持ちが分かったみたいな、まあ、終わりになっちゃうんですけど、本当にこの家族としての関わり、YouTuber としての関わりっていうところをうまく理解できたのはこれでかかったなと思って、これがやっぱりすごい分からなかったところだったんで、まあ、今回非常にやっと腑に落ちたというか、まあ、自分で喋っててもまだね、もう少し理解を深めなきゃいけないんですけど、このところって何度も何度もこの気になる男シリーズで出してもらったっていうところはあって、非常に勉強になったなっていう話です。はい、ということでちょっと今回そんな感じでね終わろうかと思います。はい、ということで、このやっぱりなんだろう、家庭と仕事っていう問題ってすごく、なんか根強いとか根深いというか、でもしっかりそのなんだろう、しっかりこう分析していくっていうか、掘っていって向き合っていくと、これなんか見えるものがあるんじゃないかなと思ったりもして、すごく感慨深いテーマというか、勉強なんかどんどん掘っていくべきテーマだよなと思いますね。本当にお金を稼ぐ上でも、やっぱりそのお金を稼いでいる人ほどやっぱり家庭を大事にするっていうと思いますんで、そこに対してのこの理解、どうなってんだろうなみたいな、お金を稼いでない人ほど家庭をやっぱり大事にしてないっていう傾向あると思いますんで、まあ、これはあくまでちょっと主観ですけどね、ちょっとデータ調べてるわけじゃないんですけど、なんかそんな感じがしてるんで、そこに対してやっぱりなんか違いがあるんだろうな、じゃあその違いをしっかり見つけていかなきゃいけないなっていうところはなんかすごく気になりますね。はい、ということで気になる男128話、こんな感じで終わろうかと思います。はい、ありがとうございました。あ、で久保さん129話ですね、129話、またよろしくお願いします。失礼します。はい。